マイクテスト。マイクテスト。始まるよ。今回は17実況第7章四輪の塔金碧の塔から英雄伝説空の奇跡決心イブヨウへ DION 任せて ESVIT になります。行くぞ。任せて。おじやんです。任せなさい。現在生配信は Twitch、 そこライブや動画は YouTube、 俺に任せろ。動画は TikTok で使用してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、 Twitch や TikTok のご覧や拡散などお願いします。では始めます。コモフさんとおじやんです。本日もよろしくお願いします。空の奇跡 AC エボリューションやっていきます。前回はシーの塔の翡翠の塔とグレーの塔をやったっていう感じですね。今回はこの時の塔とあともう一箇所ですね。まあ行くよ。流れもなりそうですね。頑張ります。行くぞ。スが強くなければすんなりいけると思う。私の番ね。まあルシオラはなんかちょっとあれですね。私の番かしら。使ってくんじゃねえかな。ちょっと心配です。そこ。あ、ちょっと待って。そういう勝手ない問題が発生しました。いやー、これルシオラって勝手ですよ。いや、無理だよ、この顔笑ってる。全然無理っすね。戻るは一回。すいませんね。いやー、シエラさんのズボンか。多分出るとは思うんですけど、それまでがきついっすね。まあ、ちゃちゃっといきますよ。ちゃちゃっと。そのことじゃないと思うんで。結果だ。よし。戻ります。で、下のところです。はい、キアなんで、オーブで取ってますね。金がないんですけど、ね、いやきついっすね。ちょっと見かな、あれを、これを、この辺とかでもいいっすよ。これで武器買えますね。もう一。いや、こういうのきついっすね。弱い。いや、でも前のやつから、もう100ぐらいはなってんのか。気を取り直して頑張りましょう。
さっきのすするしたいな。そこ、そこ、そこ。僕の番だね。任せて。行くぞ。さあ、行くわよ。倒したい。よし。任せなさい。まあまあまあ、まともに当たりはないからね、とりあえず。無理だよ。いや、武器は、俺に任せろ！武器はないと無理ですね、基本的に。そこだ！行くよ！さてと！この調子で行くわよ！レベル低いな、相変わらず。あ、いたわ。見えてない。任せて。どこかにしちゃうから見えねえよ。行くよ。行くぞ。せい。さあ、行くわよ。確かに。お仕置きしてあげるわ。そこ行くよ。あたしの番ね。これがあたしの実力よ。ダウン。さてと。あつ。いや、シアタイは強くなってねえかなと思ったんですけど、強くなってないっす。いや、しかもそこまで落とされんのか。いや、もうそこまで落とされんだったら攻撃した方がいいっすね。行くよ。完璧。みんな行くよ。どうよ。オッケー。これでとどめ。その虹よりは火力は負けられないんだ。変わるから分かりづらいんですよ。え？私の番ね。僕の番だね。俺の番だな。クリティカルだれて硬すぎだって。任せなさい。そこ。俺に任せな。せい。行くよ。せい。いや、結構届くね。任せて。よし。よーし。僕の番だね。はっ。俺に任せな。せい。任せて。はあ。あたしの番かしら。
番ね。この調子。あれは捕まるだろうな。さてと。はあ。俺の番だな。そこだ。任せて。任せなさい。が世代です。はっ。プレステを本格的にやり始めたのは PS2 からです。任せて。64は未経験なのでどこかでやりたいな。僕の番だね。はっ。俺に任せな。そこだ。顔を洗って出直してきな。お、早速あった。おっと、鈴が聞こえてる。今のは、下がって、うん、うわー、で、呼んできやがった。いや、マジかよ。変えてきたね、パターンを。任せて。パターンを変えてきたね。いやー、また届かねえんだろうな、こっからと。まずは近づきましょうか。さてと。すごい高くねえよ。俺に任せろ。大丈夫。いや、せっかく近づいたのに離れやがって、うさすぎでしょ。そこ行くぞ。全開で行くぜ。了解。オッケー。いや、そりゃそんな。いや、さすがに倒せないか。行くぞ。顔を洗って出直し。そこ。待てよ。先の階に進めば進むまま出てくるってことは、一個ずつですかね。一個に一回。わお。いやー、出てきやがったよ。あたしの番ね。やっぱり。いやー、これちょっと、すごいダメっすね、このパターン。届かないし。いやー、このパターンだるいっすね。なんとかこの位置でいい二人か。はぁー、行くよ。届かね。こいつだけは届かない。俺の番だな。行くわよ。そこ。わあ、仲間呼びやがった。うぜえ。ちょっとうざすぎ。うざすぎ。なんで、あいつ、でかいの先倒さないとダメだ。行くぞ。いや、そっちしか狙えないんだ。そんで、この行くしかないですよ。全開で行くぜ。オッケー。ロキだ。任せて。
ここをどうするかですね。直線ハードいけるんですかね。来たか。あれ？横ですよね。こうしてみましょうか。遅い！俺の番だな。いや、うずやあのノフェトの。こうなっちゃうよ。いや、ちょっと変えるか。させるか。あたしの番ね。はあ、いやー、スカッた。最悪だ。あ、たって欲しい時にこれで。捕らえた！ラストでしょ。一気に畳みかけるわよ。どうよ。いくよ。遅い！うん、オッケー。あたしの番ね。はあ、俺の番だな。せい！任せて。あたしの番ね。僕の番だね。行くぞ。あたしの番かしら。アベンジャー、おっと、ヨシアだ、これ。うん。アベンジャー。そこ！任せて！行くよ。よしはヒーローじゃないですけど、ヒーロータイプじゃないですけど、でもアベンジャー。俺に任せろ。私の番かしら。はっ。行くぞ。せい。いやー、スカリア。行くよ。はっ。さてと。この調子でいく。どっ
な位置に敵がいるのよ。任せて。めんどくさいっすね。宝取れる。俺の番だな。任せなさい。はっ。行くぞ。せい。任せて。まだ。モフオジです。DSP と DS2、ビーターはレトロゲームとしています。DSVITA、DS3、WIIU はレトロゲームではありません。さあ、どうしましょう。届くかな？あ、届く。届くけど、いやー、片方なんだ。すごいですね。みんな！行くよ！どうよ！オッケー！よっしゃ！いったいったね。オッケー。いやー、持ってかれたよ。もうだるい。僕の番だね。だるすぎる。あたしの番ね。これはいけんだ。一気に畳みかけるわよ。了解。これでとどめよ。ナイス。俺の番だな。私の番ね。いやー、シアさん23人だったよ。ターミネーター。行くぞ。それだ。うわ、ダイヤモンド。おるか。いやー、凍った。凍った。任せて。ポップを倒してみましょうか。どこ？よし。この調子で行くわよ。あるってことでいいんですね。あのシンプルス、今回はかなりシンプルですね。まっすぐ行くだけ。あたしの番ね。その代わりチームス俺に任せろ。僕の番だね。行くわよ。そこ。俺の番だな。せい。行くよ。さてと。よし、オッケー、シラさん来た。来たね。ガリクソンソードから進化した。そこ！あたしの番ね。俺に任せろ！そ
任せて。任せなさい。そこ。任せて。さてと。俺に任せな。顔を洗って出直してきた。よし、やったわ。あ、なんか覚えましたね。わお、ちくしょう、出やがったな。いやー、任せて。めんどくさいっすね。よし。俺に任せな。僕の番だね。大ダメージ。そこ。やう。あたしの番ね。すごいね、キニキニ。よし。行くぞ。全開で行くぜ。了解。オッケー。これで止まる。完璧。てて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 。長い。俺の番だな。いや、これ達人情報駅倒しちゃったんです。行くよ。すごいな、アンミ。すごいな、アンミ。せい。わあ、強え、めちゃくちゃ強え。いいっすね。まだ負けられないんだ。おお、来た、服だ。ああ、うん、シラさんもいいか。あの、しんどいっすね。片付けるわよ。4回これやるの。あたしの番ね。まあ、バラバラすぎだって、一が。もう嫌がらせの発生じゃん、今度。一気に畳みかけるわよ。了解。どうよ。これで。
サーキット、ショート。お、来た、このタイプ。このタイプ。私の番かしら？はっ！任せて！さてと！よいしょー、しめー、俺の番だな。特殊モフォージです。させるか。ラーメンだ。主人公の名前がそれ系になることが多いです。やってきやがった。クソ、混乱してるくせに。僕の番だね。行くわよ。そこ行くよ。遅い。よし、行くぞ。さてと、俺に任せろ。僕の番だね。任せて。任せなさい。はっ。任せて。負けられないんだ。あぶね。調子悪いっすね。辛いの食った。いやー、ちょっとまたどっかトイレ行きます。これヒットポイントだね。来ましたね。ヒットポイントといえば、ヨシアでも、いや、ヨシア高いっすね。いやー、風船あるんですよね。ここに本当はつけたいんですけどね。そもそもないんですよね。これにするか。あ、魔棒なんだ。魔棒か。魔棒だったらどっちもいいか。あ、これいいか。これで
な。あ、ここはいねえんだ。最後の一つですね。この属性がよくわかんないですね。これでも押すかな、じゃあ。あ、だから。うん、あ、ついてる。いやー、そうです。TP、CP はちょっとギャップにしときましょうか。一気にいきたいですね。任せて。完全に先手必勝っぽいんだよ。さてと。もう、自然の通りに関しては。さあ、行くわよ。はっ。任せなさい。はっ。行くぞ。かわいいんで、これ行きましょうか。させるか。顔を洗って出直してきゃ、うん、これでいけるっしょ。基本的には4連携でいくと思うんだよな、今回。よし、というわけでちょっと行ってきます。すいません。じゃあセーブしておきましょうか。よし。Thank you.
モフおじです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。蝶の切れ目でまた1時間ぐらいの長い話が待ってるかもしれないですよね。いや、もうちょい短縮してくれていいんですけど。まあいいや、見ましょうか。さあ、幸せ。少々遅かったみたいね。姉さん、いらっしゃい、シェラザード。それからヨシュア。久しぶりに会えて嬉しいわ。ルシオラ、どうしてあなたが教授に協力しているんだ。それほど教授と親しくはなかったと思っていたのに。ここは私にとっても巡業で訪れた懐かしい地だから、つい興が乗ってしまった。といったところかしら？懐かしい場所だっていうのに、どうしてこんなことをしてるの？シェラ姉の気持ちも考えないで！エステル、いいわ。言葉で尋ねるだけじゃ、姉さんは何も答えてくれない。答えるに値する実力を、私が証明しない限りね。あら。さすがに私のことをよくわかっているみたいね。芸を教えてくれたときはいつもそうだったから。だから姉さん、約束して、私が力を証明できたら結社に協力する理由を教えてくれるって。いいでしょう。うわぁ、ちょっとこのタイプいいのか。出た！うわぁ、ちょっと待ってくださいね。陰陽をつかさどる式神たち。来やがったね。東方の武術を私なりにアレンジしたものに、シェラザード、見せてごらんなさい。私の元を離れてから、あなたがこの地で得た力を見。最強じゃねえか。わかった。銀線の力、とくと見てもらうわ。想像以上の卑怯でした。任せて。あの服にあんなはだけてるように見えないんですけどね。いやー、僕はね、なぁ、後抜くね。どっちかが回復ですね。どっちかが回復。いやー、どっちだろうな。やってみねえとわかんないっすね。みんな行くよ。そうよ。オッケー。最悪、気の外れヒート。さあ、お眠りなさい。いやー、寝てるよ。やっぱ状態異常マックスですね。いやー、これ初見殺しじゃねえか、完全に。いや、こんなもん来てる。カオスすぎる。いやー、これはカオスですね。行くぞ！いやー、じゃこんなやばいね、直しましょう。しかねえんだよな。それ。
けるのも地獄っす。さあ、お眠りなさい。いやー、これ毎回これだとかなり無理があるぞ。いやー、ひどすぎでしょ、これ。いや、完全に狙う方間違えたな。俺に任せろ。しょうがないんで、これを、テスト一回して、もう一つ、しょうがないんで。で、こいつ。これで決める。使い出せる可能性はあったんだ。いやー、た、全然倒れねえじゃん。全然ダメージ。じゃあ次はヨシやるな。いいっすね、あの、睡眠が、ね、カットが入ってますね。一人だけ。え、こう、それ、でも、完全に戦ってみないとわかんないっすからね。これきついっすよね。行くよ。一気に攻めつぶす。これで終わりだ。一は先にやったらいいかな。もう半分はいってるから。それ。これはちょっとうざいですけど。行くぞ。いやー、まあでも、倒すのありか。ありっすかね。いやー、倒すか。さっさと片付けるぞ。了解。復活しない。前提ですけど。それきちい。行くぞ。おい、こんな。それ。いやー、溜まってないっす。行くよ。溜まってねえな。溜まってねえけど、倒せるかな。行ったか。オッケー。俺の番だな。こっからだ。いやー、届いてね。届いてね。くそ。いやー、近づきますか。花は散ってこそ花。扇風よ。砕き散らしなさい。2000ぐらい、2000ぐらいだった。いやー、3000きた。いや、きつい。3000はきつい。いやー、この後と間に合ってないんで、どうしよっか。ちょっと、エステが自分自身を回復して、まだまだいけるわ。私の番ね。これで決める。いやー、モテモテ。いや、オッケー、持った。あぶねー。俺に任せろ。ダメージを回復しないとダメっすね。どうしよう。いやー、どっちも生かしたいっすね。100溜まってんじゃん。マジかよ。アーチ、駆動。俺の番だな。さらに来た。あ、間に合うじゃん。あ、違うな、間に合ってね。いやー、これどっかな、どういう。特訓であれば、今回行きましょうか。
回復させてきた。おふおじで汗と、丼物では伝説のスタ丼が好きなのですが、近くにないので吉野家のスタミナ超特盛り丼を食べてます。なかなかのデブ食ですよ。いや、ちょっと回復に回るか、危険すぎる。あつ、駆動、これはどうかしら。いやー、3000くらった、あぶねえ。うー、キアラルにしといてよかったぜ。僕の番だね。よーし、溜まってるね。回復しつつ、一つはビッグ。知らせ。アーツ、駆動、チェッ任せて一気に攻めつつ、これで終わりだ。俺に任せろ。たまりそうっすね。たまりそうだけど、いやー、届かねえ、届かねえよさてと、さあ、これどうしましょうね。いやー、間に合わなかった、間に合わなかった。全部よ。まあまあでもこれ3000円砕き散らしなさい。そうじゃねえけど、いやそりゃ使ってくるわね。使ってくるよ。行くわよ。お仕置きが必要みたいね。覚悟なさい。俺に任せろ。こいつで仕留める。じゃあ回復してから。ファイナルブレイク。お前よりあれっすよ、アーツが強くなってるんで、まあ、おそらくすんなりいけるとは思うんですよね。さてと、ティアラルジグ、はぁ、いくよ。やられるよ。自分アーツ駆動、はっはっ。いやー、やっぱもう最初状態上タイプでしたね。まあなんとかなってよかったっすけど、とりあえずアーツ駆動いくよ。こっからアーツでね、強いのがあればいいんですけどね。あ、こういうの地味に削っていった方がいいのかな。なんか闇でしたよね、確か。チャンスケアーツやってみれば。駆動、あたしの番ね。はぁ、通らないんですよね。それも厄介なんですけど。私の番かしら。はあ。はっ。どん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 。やっ。シュシュ。どん。うわ、寝たよ。うぜえ、こんなに俺に任せろ。持ってんのかよ。まさかの。アーチ、駆動。俺に任せろ。アーチ、駆動。でも赤って弱いんですよね。すごいし。映像で一番強いやつ使いたい。ああ、ダメだ。流れちゃった。いやー、しかも回復してるよ。マジうぜ。俺の番だな。出すことができないんですよ。
アーツ駆動。さてと、アーツ駆動。せい。僕の番だね。一番強いの使ってみましょう。はあ。どんぐらい当たるかすごい。やっ。せっ。アーツ駆動。行くぞ。トレー倒し僕の番だね。アーツ駆動。任せなさい。アーツ駆動。行くぞ。アーツ駆動。せっ。オッケー。よかった、復活するタイプじゃなくて。マジでよかったっす。僕は未来のために生きていく。ブルブランが一番強かったな、やっぱり。エンドレス復活っすね。あら、私の式神が倒されるなんて、剣聖の指導の賜物かしら。姉さん、どう？頑張ったご褒美に教えてあげる。私が結社に入ったのは、自分の闇を見極めたかったからね。8年前、座長が崖から転落して亡くなったことは覚えているわね。当たり前じゃない。あの事故がきっかけで私たちのハーベイ一座は。そう、一座は解散してバラバラになってしまった。でもどうして座長が一人であんな人気のない場所にいたのか、とうとう誰にもわからなかった。一体どうしてだと思う？どうしてって。答えは簡単。あの時、座長は一人きりで崖の近くにいたのではないの。私が座長のそばにいて、そしてあの人を突き落としたのよ。突き落としたの？え、何？何を言ってるの姉さん。だから言ったでしょ、ハーベイ座長は私がこの手で殺したの。冗談きついよ。だってあの時姉さんは、自分の手で座長を殺してから何食わぬ顔でみんなの元に戻る。そしてその場で鈴を鳴らして座長の叫び声の幻聴を聞かせる。私の幻術を使えば造作もないトリックだったわ。やめて、やめてよ。姉さんが座長を殺したなんて、そんなことあるわけないじゃない。本当の親子みたいに、それ以上に仲が良かったのに。だからこそ許せなかった。あの人が私たちの元から去っていこうとしたことが。え、また戻るのか。いや、サローとしたきっかけで殺しちゃったの。いや、すごいねこれ。動機がすげえよ。どうやら時間切れのようね。ねえ、ここにあった結界って何のために貼られてたの？結社は一体何をしようとしているわけ？
残念だけど、私たちも詳しいことは教わっていないの。教授に指示された通りのことをやっていただけだから。ただ、隠された塔の内部を見て、なんとなく見当はついたのだけど。え？待って姉さん、まだ全部答えてもらってない。どうして姉さんが座長を殺さなくちゃならないの。あんなに優しかった、みんなの親代わりだった人を。悪いけど、今回はここまでよ。今度会えた時に、続きは全部教えてあげるわ。それまで、いい子にしてなさい。姉さん、まだ戦うから、また戦うから完結しないんですよ。あの、知らねえ。シロさん。いやー、これえげつないですよね、これ。心配しないで。私は姉さんの真実に、一歩近づくことができた。今は、それで十分よ。シェラザード。シリンの塔も、これで三つ。アルセイユに戻って、最後の塔に向かいましょう。最後も連ですし、ね、もうちょっと話が聞けるっていう感じですか、ね、なんですあっち側に行くっていう。やり合ってます。往生際の悪い、多少速力で勝ろうと包囲網から逃れられるものか。そのまま追い詰めて打法せよ。イエスサー。モートグランセル。やれやれ、なんとか夕刻までに人形どもを相当できましたね。ようやく一息つけそうです。そうだな、兵たちも疲れているだろう。後の警備はゴズメに任せて、今日はゆっくり休ませてやれ。了解。以上をもちまして、各方面からの報告は終わりです。アルセイユの遊撃士も含め、おおむね順調と言っていいかと。うん、そうか。しかし結社といっても所詮は犯罪者の集まりですな。王国軍の敵ではなさそうです。油断するな。例の箱舟が残っている。警備艇には引き続き王国各地の哨戒に当たらせろ。なお緊急指令は全部隊に徹底させるように。了解しました。緊急指令、異変時における行動指令書か。杞憂に終わってくれればいいな。ご苦労、カシウス・ブライトだ。突然ですまないが、彼をここに呼んでくれ。彼？誰でしょうね。琥珀の塔上空に到着した。石膏部隊からの続報もようやく入ってきたところだ。塔から現れた襲撃者は巨大な鎌を持つ少女だったそうだ。そっか、予想はしてたけど。レンちゃん。殲滅天使レン、僕が結社にいた頃はまだ執行者候補だったけど、まさかあのパテルマテルを動かせるようになっていたとはね。いいのか。よしゃ、あの巨大人形を知ってるの？結社のラボで開発されていた戦略級の巨大人形兵器だった。制御が困難で開発計画は凍結されたはずだったけれど。それをあの嬢ちゃんは楽々使いこなしてたんか。
末恐ろしいちびっこやで。大丈夫ティータ、そんな顔しないでってば。絶対にあの子の目を覚まさせてあげるから。お姉ちゃん、ちょっと楽観的すぎるかな。いや、ひょっとして君ならあの子の心に届くかもしれない。一緒に呼びかけてみよう。あれさ、ザ・ティーターいいんだ。二人連れていけるな。なるほどね。あ、どうしよっか、じゃあ今回上がってて。俺に任せろ。いや、シーラさん70ですね。ただシーラさんでもいいような気がするけどな。ケビン。ケビンか。どうしよっか。ケビンかどっちかでしょうね。いやー、どっちにしよっか。まあ、ケビンにするか、72で。いくねー。最後の塔で待つ執行者は、あのレンちゃんのようですね。エステルさんの言うように、早く目を覚ましてほしいです。私たちの声がどこまで届くかわからないけど、でも、精一杯頑張ってみるわ。そうだね。できる限りのことはしてみよう。ああ、そうしてやろうぜ。あの娘っ子を助けるには、それ以外の道はなさそうだ。きっと私たちの声は、レンちゃんにも届くはずです。今は、あの子の心を信じましょう。次の執行者は、巨大な鎌を持つ少女。つまりは、カノーネの事件を操った、あの者と考えて間違いあるまい。本来であれば、私自らが鉄槌を下したいところだが、今は、陛下のご加盟を受けた諸君に、その任をお任せすることとしよう。このユリアの思い、諸君に託す。存分に働いてこられるがいい。装備はいらないと思うんで、アイテムかな、とりあえず。さっき使ったやつが。睡眠と、これもちょっと買っとくか。残りの塔はあと一つか。敵の狙いはまだわからないけど、結末が近いのは間違いないわね。うん、そういうことになるわね。まあ、結果について詮索するのは後にしようぜ。とにかく最後の塔に行って行動を阻止するのが先だ。ええ、その通りね。考えるのは後でもできるわ。それが後悔にならないよう、今は迅速に行動すべきですね。いよいよ最後の塔か。レンのこともあるし、気を引き締めていきましょう。最後に待ち受ける執行者は、殲滅天使のレンか。俺たちをたぶらかしたあの鮮やかな手紙。とても習い覚えた技とは思え。もしかするとあの娘、背後に何か根深いものを抱えているのかもしれんな。強大な力を手に入れるには、それなりの代償が必要なもんさ、うん、なるほど。残りの塔もあと一つ。敵の狙いはまだわかる。あなたたちも気をし、
とあるのベランダにね、一回だけすか。モフおじです。最近のマンションはいいですね。ゴミをいつでも出せたり、宅配ボックスも便利です。不在していても問題なし、エントランスや共有スペースでまったりもできます。大丈夫。言いたいことはわかってるわよ。レンのことは、私たちに任せておいて。うまくいくかどうか、僕らにもわからないけど、とにかく、今できる精一杯のことはしてみるよ。うん、お願いするね。お姉ちゃん、お兄ちゃん、レンちゃんのこと、よろしくね。お、新たなデータクリスタルを入手したみたいじゃの。早速カペルにセットして自動解析をさせておくぞ。うん、お願い。全部解析中じゃねえけど。装置の方は試作品の完成まであと一歩というところまで来たわい。塔から戻ってくる頃には何がしかの形になっとるはずだぞ。やれやれ、ほっとしたぞ。どうにか間に合いそうじゃの。解析してねえよね。解析終わってねえよね、うまくいってんな。時計見えないか。いよいよ最後の塔だね。琥珀の塔の手前に降りるかい？うん、わかった。それじゃあ早速。さあ、ついに最後ですね。いや、長かった。まあ、とはいえパート2分ぐらいでいけるんで。まあまあまあっていう感じですかね。実はなかなかやっぱ歯応えがありますよね。いよいよ最後の塔か。前の塔みたいに一本道だったら迷わなくていいんだけど。さすがに違う。手強いガーディアンに立ちふさがられるのも大変だけどね。もうすぐ日が暮れる。なるべく急いだ方が良さそうだ。うん、レンを止めなくちゃね。みんな気合を入れていきましょう。よし来た。おう、琥珀の塔を行くか。さあ見ましょう。番だな。いや、俺の番やな。全然溜まってない。それ必死でしたからね。俺の番だな。せい、気合が足りね。俺の番やな。と前にしたから。それ。耳に届くようになったね。ほら、
行くで。そこや。行くよ。あたしの番ね。よーし。一本道じゃないですね。はい。任せて。任せて。行くぞ。外の壁。俺の番やな。一個ずらしちゃう。そこや。俺の番だな。そこだ。よし。行くよ。ついつか。よし。さてと。さてと。それ。俺に任せろ。そこだ。僕の番だね。はっ、任せて。さてと。よーし。シンプルっすね。今んとこ。スカルフェンダーと。あ、一撃のハートがこうやってくる可能性があるっていうか。さあ、どうしましょう。誰につけるかですね。さあ、これなんで2つ持ってんの?1個は、つけましょうか。スカルペンダー。ロングバレー3つけてみましょうか。さてと、それ勝手。俺に任せろ。勝手。僕の番だね。硬いな。使うか。あたしの番ね。行くで。それ。俺に任せろ。せい。行くよ。いやー、もうケビンのダメージが気になるわ。脇役感ですね。まだ。もうちょい化けてほしいですけどね。意外と早く着くぞ。直線だわ、今回。どうしたんでしょうね。最初の二つはめちゃくちゃだるかったのに。まあ、長いって感じたんでしょうね。まだ終わりじゃない。そこ
行くよ。私のチャンネルでは特定のゲームのナンバリングなどをシリーズで配信していくのがメインとなっています。俺に任せな。大体のゲームは全ナンバリングしていきますので、ご理解のほどよろしくです。任せて。俺の番やな。そこへ。いやー、二人回復しやがったですね。任せて。さてと。俺の番だな。せい。さてと。それ。僕の番だね。まだ。するとこれ良さそうなんですけど、あ、もういいか。うわ、急にここに来て急に分かれ道になった。おっと、これもあるのか。ストーンについて、これ全部ですね。15だからいいんですね。0から始まって16ですね。どっちが正解かわかんないか、こっち行きましょうか。ティーター。まあでしょうね。本来はティーターを連れてくべきの場所ですよね。レンちゃんだから。わ、まだ続くんだ。いやー、しんどいな。完全な抜かようこですよね、最初の直線。俺の番だな。僕の番だね。どっか、よく左行ってみようか。
またあんの？あれ？来た道じゃないっすよね。そこ？うわぁ、出やがった。くそ。いやぁ。行くぞ！なんかごっついのが出てきたね。本体狙ってきます。全開で行くぜ！了解！オッケー！任せとき！これは失敗！あ、倒したらいったよ。オッケー。サーキット、ショート。よしよし、いいね。行くよ！ケビンのがすぐなくなっちゃう。行きたいんですよね。みんな行くよ。どうよ。オッケー。決め。俺の番やな。そこや。いや、いらねえ。くそ。僕の番だね。大っすね、こいつ。任せて。届かない。行くぞ。任せて。一気に畳みかけるわよ。どうよ。了解。決める。オッケー、ナイス。この調子でいくわよ。レーベンスボール。おっと、ここに来てアクセサリーか。あー、また一撃来た。やっぱ絶対使うんだ。どうしよっかな。じゃあ、エステにかけよっか。エステにかけとこうか。こうしときましょう。いや、もう一撃必殺技使ってくるのきついっすね。まあ、おそらく必殺技がそれなんでしょうね。レンの。まあ、それが範囲か、単体か、難易度が変わってきます。もう範囲だったらかなり二人確実に死ぬからね。消えた。もう。あれ？ああ、もう片方に繋がってたのか。なるほどね。どこか。下のとこっす。かかりじゃあっぱりしましょうか。行くよ。任せて。行くぞ。せい。ほら、行くで。そこや。次、歴戦の勝者の、トロイゲットさん。どこ？行くよ。さてと。行くぞ。何回戦った？俺の番やな。そこや。俺に任せな！せい！行くよ！せい！もう迷わない。僕は。
迷わない。ご法事です。雑談ナレーションは特におもろくはないですが、普段は実況に専念してしまうところがあるので、配信者のことを多少は知ってもらうために用意してます。行くよ。はっ。任せて。はっ。ドゥンドゥンドゥン。俺に任せろ。待て、ちって。ほら、行くで。そこや。俺の番だな。任せて。さてと。あたしの番ね。この調子でいく。逆なんだ。よし。まだ続く。ああ、広いな。登って下に降りてる気がするんですけど。気のせいですかね。高いとかわかんねえもんな。いや、でも、まだ続いてますね。任せて。僕の番だね。まずかった。行くぞ。ほら、行くで、そこや。趣味に残んのがマジ鬱陶しい、ケビン。もう酔えんだよ。俺の番だな。そこだ。僕の番だね。任せて。このちょ。石か。石かなんてやってくんのかな。いやー、一応セットしとっか、じゃあ石か。広いなもう階段っすよね。まあそうなるよね。いや上先見るか。いやそいつはやりたくなかった。僕の番だね。そう。あたしの番ね。どうせかもうこの。もうここまで来たら200のまま行きたいぐらいですけどね。はあ。行くぞ。そこだ。ほら、行くで。それ。あたしの番ね。マジこいつ硬いっすよ。普通にやろうと。行くよ。行くぞ。そこだ。行くよ。ほら、行くで。それ、俺の番やな。そこや。
さてと、そこへ。ルビーの武器出てましたよね。あ、装備してねえ。装備してなかった。そう、ローリーで弱いわけだ。俺の番だな。せい。顔を洗って。これは惜しい。行くぞ。せい。行くよ。はっ。任せて。はっ。微妙に残った。俺の番やな。そこへ。だったら全然 OK か。行くよ。いや、遅いんです。さてと。は。俺の番だな。せい。いや、妙っすよ。顔を洗って出直し。圧倒的に弱いわ。そこ。行くよ。行くぞ。さてと、それ。俺の番だな。せい。顔を洗って出直し。ブルーハルコ、ああ行き止まりか。ブルーハルコ男だからこうすね。ほら、こっから上に登るんだ。まあ、そうですよね。上行って下行ってまた上に行くって。最悪なルートっすよ。しかも、普通の直線じゃねえっていう。しかもバッカタッカーし僕の番だね。さてと、このちょこの調子でいかよ。あら、あ、着いたわ。着きましたね。あれ、ちょっと、あ、しかも奥あんな。奥あるってことは、こっち宝ですかね。なんだよ、この広いルート。宝だ。そこ！いや、反対に変えるぜ。任せて！いやー、お前
を倒したい。いやあ、すげえ出てきやがった。別なタイプの人間だとは思うのですが、サヨルの晩のご飯をあげるのを忘れた。俺の番だな。今のところ一度もありません。奇跡ですよね。僕の番だね。いやあ、やるか。やりますか。はっ。僕の番だね。一気にプラス。はっ。使いたくなかった。このタイミングで出てくるのかなり嫌だし。もうまた、いやしかも倒しきれに出ないし。さてと。いやー倒しきれてないのきついな。いやー勝てってどうにもならないと思うんですけど。何やったら当たるんですかね。ばっかりやらず単身やってみましょう。な全開でいくで。やったねーぞ。倒せる。これで終わりだ。あー、いたいたいた。いけるもんですね。いけるんだ。いやー持ってかれるよねー。行くで。な、全開で行くで。オッケー。おーよ。これで終わりだ。ほら、まあ、行くで。当たるレベル帯まで行ったってことですね。いや、それっ。任せて。俺に任せろ。当たるんじゃねえこれ。当たるわ。俺に任せろ。いやーなんだよ、一瞬になってついにダメージ普通に通るようになってんじゃん。いやー使うまで。僕の番だね。よし。これはうまいっすね。まだ負けられないんだ。もう迷わない。来た、新漆黒の牙。オッケー、漆黒の牙をパワーアップしたよ、ここで。優先しよう。僕の番だね。さてと。俺に任せろ。あ、ケビンとか残しといてよかったっす。ほら、行くで。食や。あとヨシアだけだ。僕の番だね。あたしの番ね。この調子。もう来た。アイステルの武器。いや、ここで来るんだ。よし。もう一通りありますね。うん。ティアオブ。あれ？いや、ちょっと、このルートはどこに通じてんだよ。いや、もうさっきんとこボスじゃねえのかよ。高1個で終わってほしいっすね、ここ。いやいや、また下に降りてくるルートなんですけど。どこに繋がってんだよ、これ。だから。さらに続く。僕の番だね。
の番ね。行くぞ。せい。俺の番やな。それ。僕の番だね。はっ。いやー、いいっすね。二人ヒットポイントが一万超えてる。ついに来ましたね。この時代が。いや、ここどこに繋がってんだよ、マジで。いや、お宝が開けてないに来てないんですよね、当然に。あたしの番ね。僕の番だね。はっ。俺に任せろ。さてと、そこへ。俺の番だな。せい。今まで一番長いじゃん、ここ。そう考えると。あたしの番ね。すごいっすね、ここ。シオナさんとこ手抜きなわけですよ。この調子。こんな広いんだよ、ここ。また分かれ道かよっていう。あたしの番ね。いいのない分かれ道。さてと。一気に畳みかけるわよ。了解。どうよ。任せとき。これでしまいや。この調子。ジュラムカプセル。だからだ。あ、来た。対局服だ。オッケー。男用っすよね。ちゃんと野郎3人で設計されてますね。もうこう一点パーティーにできるよ。あれ、さらに続くんだ。あれ、しかもこれ今回上なんですけど。あれ、なんで上なんだ。続きますね。いや、もうさらに続きます。俺の番だな。行き止まりがあるまでこういう感じは続いていくんでしょうね。せい。僕の番だね。はっ。俺の番やな。それ。行くよ。はっ。任せて。同じ Q。 あれ開けたかさっき。キリがねえ。いやー、さっきのあのボスルートのとこまで戻るのが大変ですね、これ。行くのはいいんですけど。あれここ来てる。ああ、じゃあ繋がったんだ、これで。そっか、別のルートから行ってたんだ、俺。なるほどね。はいはいはい。了解です。繋がったんならいいや。向かいましょう。Do-d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 o-
モフオジです。アニメが好きなのですが、アマゾンプライムにしてからテレビで見なくなりましたね。永久保存したい場合は録画した方がいいですけどね。あう。いや、書くのかな、どうし。二回角度が変わるんですよ。クイックイって。さあ、着きましたかな。あ、着きました。オッケー、長かったぜ。さあ、頑張りましょう。いやー、あのローズと戦うって絶対すんなりはいけないと思いますね、ここに関しては。いやー、まあ頑張りましょう。そこ！ちなみに充電ちょっとチェックしたい。半分か、大丈夫ですね。出ば悪い子ね。レンが留守にしている間に箱舟から逃げちゃうなんて。でもまあいいわ。こうして遊びに来てくれたんだし。あ、遊びに来たって。それから。やっと姿を見せてくれたわね。会いたかったわ。よしゅわ。まさかこんなところで君と再会するとは思わなかったよ。大きくなったね。レン。当然よ。レンはもう11歳なんだもの。ヨシオもしばらく見ないうちにすごくハンサムさんになったのね。冷たい瞳をしていないのはちょっと変な感じがするけど。でも今のヨシオも悪くないわ。そうか。ありがとう。まったくもう。相変わらずませてるんだから。あのね、レン。私たち。結社の計画を阻止するためにここに来たのよ。そうみたいね。レンも退屈なのは嫌だし、付き合ってあげてもいいわよ。来たね。楽しませてちょうだいね。レン。悪いけど、私はレンと争うつもりはないわ。それよりも、話をしに来たの。お話？ひょっとして、おとぎ話でも話してくれるの？ううん。結社の仲間になるって話、せっかく誘ってくれたんだけど、改めて、断らせてもらおうと思って。ま、ヨシュアと再会できたし、仕方がないかもしれないわね。でも考え直した方がいいわよ。エステルたちが頑張ったって、見食らう蛇は止められない。それは、ヨシュアが一番よくわかっているはずよね。それは。それに、結社に入れば、エステルはもっと強くなれるわ。そうすれば、レンと同じ、執行者になれるのよ。素敵だと思わない？強くなれるっていうのは、心惹かれないでもないんだけど。でも、それは本物の強さじゃないと思う。少なくとも、私にとってはね。私は確かに強くなりたい。お母さんみたいに大切な人を守れるくらいに、ヨシアを心配させないよう自分自身を守れるくらいに。エステル。でも結社に入ったりしたら、私は私じゃなくなっちゃう。本当の自分として強くなれなくなる。それじゃ意味がないと思うんだ。わからない。エステルの言ってることはにはちっともわからないわ。本当の自分って何？いや、説得は難しいだろう。これってどういうものなの？理解できないと思います。私はレンのことが好きだよ。混ぜてて、いたずら好きで、意外と思いやりもあって、いろいろと騙されちゃったけど、あんたのことは憎めないのよね。
言ってる。でも、だからこそ私は、レンに結社にいてほしくない。大人になって、自分自身の意志で選ぶのならともかく、子供のあんたが、そんな場所にいること自体間違ってると思う。このまま大人になったら、取り返しがつかなくなるから。だから、気が変わったわ。え？さすがね、ヨシア。なかなかの反応速度だったわ。君こそ、大したものだ。どうやら、殲滅天使の異名は、伊達じゃなさそうだね。そう。レンは強いわ。闇に紛れて動くしかない。漆黒の牙よりずっとね。ちょっとレン！いきなり何をするのよ！気が変わったの。レンの仲間にならないんだったら、イッセルなんか、死ねばいいわ。ヨシュアも、他の人たちも全員ね。ん？死ねばいいなんて、物騒なこと言うんじゃないわよ！もう、頭きた！お尻100叩きにしてやるんだから！エステル、落ち着いて。彼女を甘く見たら。ヨシアは黙ってて！子供のしつけと同じよ！甘いわね。エステルのそういうところ、割と好きだったけれど。今は大嫌い。来た。あれ、パテルマテが出てこないよ。ナンバー15、殲滅天使。で、これより、敵集団の殲滅に入るわ。来た。いや、数多いな。いや、しかもバッカタックじゃねえけど。死んじゃえ。いや、怖え。その即死系が怖いっすね。さて、どうしよっかな。集中攻撃行った方がいいっすよね。から届くと思うんだよ。いや、届かねえ。なんで届かねえんだ。届く位置じゃねえけど。くそ。いやー、どうしよっかな。じゃあ、その連撃を当ててみるか。OK、普通に通りますね。いやー、ちょっと石化じゃねえかよ。いやー、石化きつい。マジかよ。いやー、バラバラに状態じゃやってくんのか。なるほどね。はい。いや、石化直して必殺は使った良さそうですね。いやー、持ってかれた。持ってかれた。くそ。汗は石化出しますね。はー。俺に任せろ。いやー、もう飛ばしていかねえとダメじゃねえかよ、こんなの。使うわ。行くぞ！こいつで仕留める！ファイナルブレイク！タイプ少なそうっすよね。そんな多くなさそうなんですよ。行くぞ！俺の番やな。ケビン200だ、使いましょう。食え！ほら、行くで！我が右手にありし星の杯を。じゃあ一回やってからね。天より授かりし輝きを持ってる。我らが盾となれ。ジュラールスピア！やっ！さてと！これで決める！いやー、これどうしよう。使えてたら多分これ倒せてたよ。倒せてましたよ。くっそー。悔やむな。死んじゃえ。僕の番だね。アーツ駆動。耐えろ耐えろ、石化とか氷だけやめろ、石化と氷だけやめろ、ちょっといいや。
モフさんとオジヤンです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、食や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。いや近づいてきたよ。いやここで使ってきた。いや耐えたね。あ、耐えた耐えた。いくよ。OK、よかった。いやそっか、先に押し切るか。当たんねえかもしれないですけど。当たんねえんだったら連携の方がいいかな。連携だったら当たりますもん。あ、だめ、届かねえ。くそ。いや、チャレンジしてみるか。当たれば勝ち。はい、うわうわくそ当たんねえ。いやー、しょうがないっすね。じゃあ、ちょっと、回復します。はぁー。やっやっいやー、石化来たよ。いや、うぜえ。いや、うぜえ。ちょっと二人じゃねえか。いや、石化率高すぎだって、これ。ははは。バカじゃねえの。いや俺の番やな。そう、石化きちいよ。ヨシアを回復させて、レーンをまず先にタップしましょうか。ああ、でもダメだ。沈黙だ。沈黙じゃねえ。僕の番だね。ちょっと盲目だからダメっすね。やるんだよ、ケビンとの連携って倒せ。一気に畳みかける。頼りにしてるで。よしよしよし、いった。オッケーオッケーオッケー。で、次に任せて。石化を回復しないとですね。石化を回復しましょう。それステルは、ザコを倒して。いや、もうちっと僕やついねえのかよ。いや、みんな遠すぎだって。決めてっか。エリステラこっち担当。俺に任せろ。で、ハガット一番近いのか、こっち。せい！いや、たっけえな、人。俺の番だな。人にたっけえな、こいつ。いい感じのねえかな。こういう感じも食らわせる。いいっすね。おせんだよ！くらいやがれ！俺の番やな。ケビンは回復しましょうか。エスティあっ駆動せい。じゃあかっこいいなあ。いかん。何回言ってんだろうってぐらい言ってますけど、おじさんもかなり良かった気がします、ね。押し。いいね。ケビンはレイリスト。さてと。さてと。押し切れる。それ。いったね。よし。任せて。C0 なんでなんか使いたいけど、まだこれ届かないですね。どうかですね。じゃあ、絶影で行くしかねえな。絶影で。こっち。遅い！いや、そっちは狙うな、食らうな。そっち状態上食らうのやめて。いやー、これ一体ずつやんなきゃいけないの、かなりだるいっすね。だるすぎだって。どこかねえもんな。いやー、こいつ倒してからと。とりあえず。俺の番だな。もうこれに関して移動せざるを得ない。か、まあ、もしくはこれで、ちょっと待って。これで倒すか。
させるか。ほら、行くで。体力が地味に減ってんすよね、これ。ヨシアにしましょうか。あっ、駆動。せい。またゼツエ。僕の番だね。ゼツエ。お二人当たります、ね。遅い。私の番ね。向こうも直線できてるね。こっちも直線できますよ。俺の番やな。ダメだった。任せて。すごいっすね、この新鉛筆。遅い。せい。ケビンも回復しないとまずいっすね。俺の番だな。ま、いや、まずいっす。かなりまずいっす。ティアーナ、マニアかな。マニアかな。アーチ、駆動。うん。任せて。オッケー、二人いった。あとなんと一体。任せて。あと二体。ここですよね。いや、見えねえ、見えねえ、ちょっと見えねえって。いや、これちょっと移動で確認しないとまずいっすね。これいや、これ見えねえって。ふざけんなよ、これ。いや、もうその位置見えねえからやめてほしいんですよね。もう当たるっしょ、多分。二人。捕らえた！当たってねえ。いや、なんで並んでんのやと。ミスったってことですかね。ああ、状態状態、このやつが使ってあげるのもありですね。ははは、届いてねえ、くそ。どうなんだよな、じゃあ、分解するか、じゃあ、しょうがない。味方の CT 回復する。ああ、これも面白いっすね。こういうのもいいんだな。いや、ケビン結構使えるかもしれないね、そう考えると。今助けたる！そら！すごいっすね。俺に任せろ！させるか！当たってる、当たってる。あたしの番ね！任せて。絶対遅い。やっぱずれてるな。ほら、行くで。一人だけずれてますね。はは、来た。任せて。持ってきやがった。倒したか、オッケー。よし、これが私の実力よ。よし、オッケー、お疲れさ。いやー、やっと終わったよ、シリンのと。あら、連れてきた子が全部やられちゃうなんて。結構やるじゃない。いい加減にしなさいよ。こんなことばかりして、本当にレンは楽しいわけ？もちろんよ。レンはね、人が苦しむ姿を眺めるのがとっても好きなの。ぽっかりと開いた胸の穴が埋まっていく気がするから。レンはね、人が痛がる声を聞くのがとっても好きなの。洗脳ですよ、ごめん。ぐっすり眠れるから。洗脳ですよ。そうか、君は今でも。ヨシアは黙ってて。ねえ、エステル、レンには小さな頃、偽物のパパとママがいたわ。え？偽物のパパとママ、二人とも大好きだったけど、
お仕事とかで失敗しちゃってね。モフおじです。昔はある程度おしゃれをしていたのですが、もうこだわらなくなったので、今は安く量を買う方向になっています。泣きながら何度も繰り返してね。年なので渋いのを選びますね。それって、売り飛ばされた。その人たちに引き取られた後。でも、いろいろなことをやらされた。大抵のことはすぐに慣れたけど、痛くされるのだけは慣れなかった。同じくらいの子たちもいたけど、すぐに具合を悪くしちゃって、いなくなっちゃうことが多かった。そんな生活が半年くらい続いたわ。くっそ野郎どもが。結局ね、パパとママは偽物だったのよ。本物なら、レンが痛がっていたら、すぐに迎えに来てくれるはずだもの。そうでしょ？エステル。でもいいの。代わりに、ヨジアとレーベが、レンを迎えに来てくれたから。悪い大人を皆殺しにしてね。え？結社は、たまに下劣な犯罪組織を潰すことがある。もちろん、正義のためじゃなく、自らの秩序に組み込むためにね。そんな任務の一つだったんだ。そうだったんだ。結社に引き取られてから、レンはいろいろなことを学んだわ。ヨシアからは音行術を、レーベからは武術を教わった。他の人たちも、それぞれ得意とする分野を教えてくれた。そして、十三工房では、人形とお友達になる方法を教わって、そこでレンは、バトルマケルに出会った。バテルマテル。あの時の人形かい？なんてデカさだ。ゴルディアス級戦略人形、バテルマテル。子供のレンが結社にいること自体間違ってる。このまま大人になったら取り返しがつかなくなる。そんなの嘘！結社に引き取られてから、レンは本物のパパとママに会えた。この世で一番幸せな女の子になれた。レン。それを否定するなら、エステルはレンの敵よ。パパとママに潰されて、苦しみながら死ねばいい。わっつってやるのか。いやー、マジか、連戦じゃねえかよ。僕の番だね。いやー、連戦を想定しなかったな。どうしましょうね。まず回復からしときましょうか、とりあえず。アーツ、駆動。俺に任せろ。アーツ、駆動。ほら、行くで。あとはよし。アーツ、駆動。さてと。エステルはいけんのか。はっ！せい！いやー、なかなかっすね、死ぬの。いや、もう終わらせる気ねえっすよ。いや、もう4人も押し倒して、さらに連戦だよ。任せて。そんなくらってないけど、まぁ、久々は多分つ痛い感じですか、ね。俺の番だな。そらく。そこだ！ほら、行くで！それ！さてと！いや、もう単体だから結構やりやすいっすね、今のところ。行くよ！相手に、くっそ。行くぞ！一気に攻めつつ！これで終わりだ！行くぞ！いや、いいっすね。漆黒の牙で2000当たりを打って、めちゃくちゃ強くなってる。そこだ！俺の番やな！そこや！任せて！さあ、泣き払いなさい。
強い4000かよ全体4000だよ、強いっすね。任せて。エステラじゃ必殺技でいきましょうか。あたしの番ね。これで消える。俺の番だな。そこだ。して俺の番やな。クラフトでこれをやっときゃヒットが回復しますね。今助けたる。そら。アイリフが残るのか。僕の番だね。対象ではないです。デバフですね。さてと。それ。俺の番だな。そこだ。僕の番だね。一気に畳みかける。任せろ。あたしの番ね。行くよ。さてと、そこや。いやーよかったね、強くなって一戦目の方がきつかったっすね。いっちゃえ。任せて。倒してみましょう。みんな行くよ。オッケー。任せとき。おいよ。これで終わりだ。うん、オッケーです。まだ負けられないんだ。新しいの取れましたね。なんて硬さや。パワーもそこもトロイメライ以上かよ。しぶといわね。いいわ、もう飽きちゃった。マテルマテル、出力全開でエステルたちを。これ晴れるかな。うん。戻った。塔が解放されたのか。つまらないわ。もう少し持ってくれたらまとめて皆殺しにできたの。ちょっとレイはグロリアスに戻るわ。ベータが役目を果たしたら戻ってくるよう教授に言われたの。教授が。ベータが役目を果たした。塔が元通りになるのも計画の一部だったというのか。そう、レンも詳しくは知らないわ。ただここを包んでいた結界は和の手だって聞いたけど。輝く和の手どういう意味なのかしらね。それじゃあまたね。今度会った時はまとめて殺してあげるから。各地に現れた人形や装甲銃はひとまず退治されたとのことです。警戒態勢こそ続いていますが、じきにそれも解除されるでしょう。そうですか。いろいろわからねえこともあるが、塔の異変も収まったし一息つけそうな感じだな。そうね、そうだといいんだけど。だがどうにも敵の意図が見えんな。エステちゃん、なんか元気あらへんな。あのちびっこのことか。うん、あの子の事情も知らないで余計なおせっかいを焼いてひどいこと言ったのかなって。お姉ちゃん。
エステルさん。モコージです。私なんか、人生経験もないし、みんなに守られてばっかりで、そんな私が、あの子のことを救ってあげようだなんて、虫が良すぎたのかもしれない。それは違うよ。え？レンはね、本当の意味での天才なんだ。あらゆる情報を瞬時に吸収して、自分の力として取り込んでいく。どんな環境にも即座に適応して、自分と周囲を制御していく。そんな能力を生まれながら持っていたらしい。そうなんだ。結社に引き取られる前、あの子が置かれていた環境はとてもひどいものだったけど、でも僕と違ってあの子の心は壊れなかった。どんな逆境すら対処すべき環境変数として把握できたから、だから自分を保ったままでいられた。でもそれって、うん、そうだね。いくら感情を制御できても心が痛くないはずはないと思う。僕が知っている限り、レンがあんな風に高ぶったのは見たことがない。それは多分君の言葉がレン自身も気づかないような本当の部分に届いたからだと思う、うん、君だからできたことだよ。よっしゃ、そういうことならへこんでばかりもいられないか。見てなさいよレン、今度会った時は本当のあんたと徹底的に向かい合ってやるんだから。お姉ちゃんってば。やれやれ。それでこそエステルちゃんやで。ま、それはともかく、とりあえずこれからどうする？結社の意図がわからない以上、王都に戻るのもなんだと思うし。それなんだが、今日のところはレイストン要塞によってはどうかな、うん、そうすればカシウス巡将と今後についても相談ができるだろう。あ、確かに。そうした方が良さそうですね。それではユリアさん、レイストン要塞に向かってください。了解しました。大変じゃ。もっと来たね、ラッセル。どうしたの？研究結果。おじいちゃん、どうしたの？そんなに慌てちゃって。お前さんたちが塔で見つけたデータクリスタルじゃが、その一つをたった今カペルが解析したんじゃ。え？何が記されていたんですか？デバイスタワーの機能じゃ。四つの塔は輝く輪を異次元につなぎ止めておくために建造されたものらしい。異次元？そんなところに輝く輪が。ちょっと待ってや。それじゃもしかして、あの裏の塔の空間は？うん、その異次元に属していた空間なんじゃろう。そしてゴスペルの正体は、ええ、輝く輪の端末です。ワイスマン自ら来たね。教授、何？この人がどうして勝手に。リオン、一体どうなっているんだ？わかりません。先ほど通信が入ったと思ったら、いきなり制御が奪われて。ハッキングというやつか。高度な情報処理システムがあだになってしまったようじゃの。はじめまして、ラッセル博士。それだけのシステムを自力で実現されたとは驚きです。さすが、あのエプスタイン博士の直弟子の一人なだけはある。嫌味か。言っておくが、航行制御はシステムから独立しておる。操ろうとしても無駄じゃぞ。いえいえ、そんなことはしませんよ。せっかくの決定的な瞬間を見逃してほしくなかったのでね。わざわざ連絡しただけなんです。何？決定的な瞬間？まさか。その位置だと前方甲板に出るといいだろう。それでは皆さん、良い夜を。よっしゃ。あ、甲板に出よう。次元空間か、また現れるんですかね。これどうなるの？どこ？前方甲板から一番よく見える方向。
りゃ。綺麗だった。もっとなんか出てきましたね。これが輝くのですか。まさかあれが、あの巨大な都市が。間違いない。輝くはオーリオールっちゅうことか。いかん、ユリア隊、急いで艦を下ろすんじゃ。え、カシウスが伝えた緊急指令があったじゃろ。急がんと手遅れになるぞ。あれかね、動力停止ですかね。あ、やっぱ動力停止だ。うわー、しかもかなりの怖いですね。いやー、ちょっと待って、いや、ちょっとリベール中じゃねえかよ、これ。いや、やばいっしょ、これは。マジかよ、この展開。あれがラストダンジョンですかね。いやー、まだ箱舟もあんのに恐ろしいっすね、これ。ずっと終わんねえじゃん、こんなの。箱舟とオーリオールがありますから。どっちも巨大です。おー、これはマジかよ。素敵ねー。確かにこれはすごいや。教授がもったいぶってたのも納得だ。お気に召したようで何よりだ。輝く輪は長きにわたって異次元に封印されていた。だが端末たる福音があればこちらの次元にも干渉でき、問題はレプリカの精度がどこまで上げられるかだったのだ。そして幾度もの実験を経て真なる福音は完成した。輪はそれらを通じて己をつなぐ杭を引き抜き、そして今暗き深淵より蘇った。それが第三段階の真相か。そのとおり。諸君の働きのおかげで第三段階は無事完了した。これより福音計画は最終段階へと移行する。まだあるんだ。いや、次は何をしてくるんでしょうね。いや、終わりました。7章終わりました、なんだかんだ。これはジョゼットか。風俗船です。ありえない。なんなのあれ。あの大きさ、めちゃくちゃすぎるよ。ありゃ間違いなく5000アージュ以上あるな。巨大な浮島ってところかよ。いや、基本は人工物みたいだな。島っていうよりは浮遊都市って言うべきかもしれん。モンビットです。浮遊都市。こうしちゃいられねえ。よーし、野郎ども、このまま浮遊都市に乗り込むぞ。あ、
法事で兄貴今一番楽しい本気なの何かと問われたらそう本気も本気大本気だぜもしも結社の連中があれを蘇らせたってならどでかいお宝がわんさと眠っているに違いねえ勘弁してくれよさすがにあれは俺たちの手には負えないぜジョゼットもそう思うだろ僕もここまで来た以上いろいろと確かめてみたいかも楽譜まあ昨夜から様子が変だし用心をした方がいいと思うよ動力通信も全然入ってこないし確かに軍やギルドはともかく民間の通信も入らねえってなうおっな光の波もっと落ちたねえやっぱり落ちましたなんだ故障かよおかしら大変ださっきの現象する動力機関、飛翔機関ともにいきなり停止しちまった落ちんじゃねえのじゃ なんだと落ちるどうなってるわけこりゃまずいな飛翔機関による反重力フィールド低下ついでに火事も無反応ときたちょっと待てなんとかならないの、うん、この段階で俺たちにできることは一つしかないそれってこのまま天に召されないよう女神に祈ることくらいかな落ちるいやーパラシュートがないんだってあくんが強ければなんか、うん、あれですね湖とかなんかね落ちそうですけどルーアンですか。はいはい。すげえお怒りですよ、皆さん。動力が停止だからか。なるほどね。動力停止で怒ってる。ミルヒカイド。まあ、機械系はもう全滅でしょうね。ああ、一応助かったんだ。助かりましたね。シリンの塔で、そんなことがあったとはな。船の機能。全くご苦労じゃったな。ともあれ、お前さんたちには、報酬を渡しておくとしよう。これで依頼達成ね。報酬今くれるんだ。しかし、とんでもない事態になってしまったものじゃ。まさか、オーブメントが使えなくなってしまったことが、これほどの混乱を呼ぶとはの。うん。日頃どれだけオーブメントの恩恵を受けていたか思い知らされたわ。そうだね。通信、交通、国防、生産ライン、国家機能が麻痺したのと同じだからね。市民にとって心配なのは照明と暖房でしょうね。昨日の夜は随分街が混乱したんじゃないの？ギルド、工房、市長邸に市民が押し寄せて大変じゃった。何が起こっているのか聞かれてもこちらも答えようがなくての、うん、おかげで寝不足じゃよ大変だそっかお疲れ様例の浮遊都市の件もあるし使えないってことかなりまずい状況みたいだなパニック一歩手前ってところかまあリベールは治安がいいから暴動の心配はなさそうだがこの状況が長く続けば皆参ってしまうかもしれん。早急に対策を取らなくてはな。で、お前さんたち、ラッセル博士から託された起死回生の策というのは何かね。起死回生というほど大げさなものじゃないけど。ラッセル博士が新発明の試作品を提供してくれたんです。新発明。これが試作品のゼロ力馬発生機じゃ。ゼロ力馬発生機？簡単に言うと、ゴスペルが発生させる特殊な波長の動力馬。
それによる共鳴を相殺する力場を発生する回路というわけじゃ。ちっとも簡単に聞こえないんですけど。それはもしかして動力停止現象を阻止できるということですか？え？本当ですか？うん、その通りじゃ。結局動力停止現象とはゴスペルを通じてオーブメントの動力が吸収されるという現象じゃ。どこへというのが謎じゃったが、ここに至ってようやく明らかになった。あの浮遊都市、なるほどね、輝くわということですね。あそこに座れてんだ。うん、その通りですわい。輝くわは異次元からゴスペルという穴を通じて動力停止現象を起こしていた。その穴はあまりに小さかったため影響範囲は狭くて済んでいたが、輝く輪が解放されたことでその範囲は一気に広がってしまった。それこそ王国全土を巻き込んでしまうくらいにな。王国全土、それが今回の現象ですか？うん、おそらく王国にあるありとあらゆるオーグメントが動かなくなってしまっているはず。じゃがこのゼロ力場発生器は輪の干渉を阻止する働きがある。言い換えればこれのそばにあるオーブメントが問題なく動くということなんじゃ。うわー、すごいじゃない。そいつを使えば万事 OK ってわけか。いやー、そこまで都合は良くない。まず第一にこの試作品が守れる対象は限られておってな、せいぜい両手で持てる大きさのオーグメントくらいなんじゃ。両手で持てる大きさ、うん、そうなるとかなり限られてきちまうんだ。第二に数に限りがあるということじゃ。カシウスに頼まれていたとはいえ16個しか完成できなかった。16個、結構多いと思うんだけど。で、父さんに頼まれてた？うん、しばらく前にわしのところに来て開発を依頼していったんじゃよ。その時はこんな騒ぎになるとは夢にも思っておらんかったが。そうなんだ。さすが旦那、先の先まで読んでいたわけか。しかしそうなるとその16個の使い方はほぼ決まってしまいますな。ほう、お前さんなかなか鋭いな。どういうこと？混乱の最中で一番重要なのは、何をおいても素早く正確な情報や、結社の連中が現れたとしても、必需品をどこかに運ぶにしても、情報が届かんかったら対処できん。そうなると、各地にある通信機の機能を回復させるために使う。つまり、そういうことですね。ビンゴや。そっか、確かに。軍としても、動力銃や飛行船が使えなくなったのは致命的だが、司令部や各部隊との連絡が途絶してしまったのも深刻だ。特に王城、ハーケンモン、レイストン要塞の間の連絡は早急に回復しておきたい。ギルドにしてもそれは同じ。支部間の連絡が取れなかったら何か起こっても対処できないわ。うん、依存はないようじゃの。それではユリア隊、王国軍には10個のゼロ力場発生器を渡そう。それだけあればアルフェイユ、オート、レイストン要塞、ハーケンモン、各地の関所がカバーできるじゃろう。かたじけない。早速伝令を出して各地に届けさせるよう手配します。そして遊撃士協会には6つのゼロ力場発生器を渡そう。各地のギルドにある通信機を回復させられるはずじゃ。使ってくんだ、うん、分かったわ。間違いなく届けます。いやー、国家に全地区に回ることができると。なんと通信機が使えるようになるか。それは助かる。早速そのゼロ力場発生機とやらを試してもらえんかね。オッケー。ティータ、お願いできるかな。ちょっと待っててね。ティータがいるんで完璧っす。通信機の回で、霊力は発生機の中に入れた。うん、これで設定は
完了だよ。なんだ、えらく早いな。モフオジです。私の視聴者は35歳以上から50代ぐらいなので、視聴者が多いと思いますが、お子さんと見るとしたらどんなゲームがいいですかね。通信機のスイッチを入れた。おお、やった。どうやら本当に動力停止現象の影響を受けずに済むみたいね。それじゃあ続けてちゃんと通信が届くかどうかテストしてみますね、うん、アルセイユに残っているおじいちゃんに連絡してみます。なるほど。通信のダイヤルを回した。もしもし、あ、おじいちゃん、うん、今ボスのギルドにいるの。大丈夫、ちゃんと動いてるから。うんうん、おじいちゃんも頑張ってね。ちゃんと通信もつながりました。やった、さすが博士の新発明だね。いやはや、博士には何と礼を言ったらいいものか。ところでラッセル博士はアルセイユに残ったようじゃが、姫殿下やケビン神父はどうしたのかね。あ、その二人なら親衛隊の大使さんたちと一緒に朝一番でオートに向かったわ。クローゼは女王様と、ケビンさんは大司教さんとそれぞれ話し合うつもりみたい。なるほど、王家には王家の、教会には教会の、有事における務めがあるようじゃな。それとオートのギルドにゼロ力場発生器を届けるのはその二人が引き受けてくれました。しばらくしたらこちらにも連絡が入ってくるかもしれません。そうか、助かるまい。ではお前さんたちはこれから残りの3つのギルドを回ってくれるというわけじゃな。うん、そのつもり。本当ならあの浮遊都市をなんとかしたいところなんだけど。そうね、すでに結社の連中は乗り込んでいるみたいだし。だが飛行船が使えねえんじゃ手も足も出ねえからな。どうにも歯がゆい状況だぜ。ま、焦っても仕方あるまい。今は自分たちができることを片付けていくしかないだろう。だな。ええ、気合を入れましょう。来た。いや、それ一気に減りなくなったな。いや、ケビンもいねえじゃねえか。俺に任せろ。どうしよっか、シラさん、シラさんにするか。行くわよ。さてと、当然飛行船が使えないから徒歩での旅になるんだけど、オリビエがいないの。ロレント支部とルーアン支部、どちらから回った方がいいかな。そうだね、どちらからでも構わないと思う。大変なのはどの地方も同じはずだからね、うん、そっか、確かに。ま、こんな状況だ。どちらに行くにせよ各地の様子を確かめながら移動する必要はあるかもな、うん、困っている人たちがいたら力になってあげないとね。うん、そうね。動力停止現象と言われると霊力ゼロ力は発生器を、装備させたからキャラクター以外はアーツが使えません。そうきたか。アクセサリーに、装備させろと。なお、ティーターは動力砲を使っているため、装備させていないと通常攻撃クラフトヒールドアタックも使用できない。いやー、ティーターは地獄っすね。なるほどね。いやー、もうダメっすね。装備させないとダメなんだ。これっすね。結局全員に装備させないとダメってことですよね。CP アップなんでこうですね。で、ここに関しては、これをこうですね。で、ここに関しては、どうしようか、どっちがいいかね、これ。いや、石化がきついんですけどね、個人的には。まあ、いっか。じゃあ見てみましょうか。でしょうね。いや、あると思ったよ。来たね。手配マジ。クローネ峠とアンセル振動か。
まあそうなるよね。これはやってったのか。ゼロリキバ発生機の届け先はロレンとルーはそしてサイスのギルドじゃ。ロレンと行ってぐるって回った方がいいような気がします。くれぐれも気をつけてのまあでもこれ多分全部回らないといけないから、まあオート経由で行っちゃってもいいってことですね。ロレンとか行ってたいやでも全員の全ての町のやつらの多分住民の会話は多分変わってるでしょう、ね、ちなみに装備とかどうなってるんでしょうね。とか売ってますね。まあ、これは一緒か。いやー、変わってますね。ガラッと会話が変わってますね。いやー、作り込みましたね、この辺は。本屋はどうでしょう。ロッカーの部屋、ねえや。いらないっす。店先から組みましょうか。水面から会話をして、まあ、あとは武器屋ですよね。あとレベル3のやつって作れるのっていう話ですね。市長さんに会ってくか。おっと、イベントが発生した。あれ、どうしたんだろう。こんなところに人が集まって。なるほど、そういうことか。ああ、あ、見える。冬都市、なんて大きさなの。地上から見るとさすがに圧倒されるね。これじゃ一般人が不安になるのも無理はねえな。できることは少ねえが、今こそ俺たち遊撃士の出番だ。状況を少しでも良くして市民を安心させてやろうぜ。うん、そうですね。先を急ぎましょう。じゃあどう待ちよう、この BGM なのか。上がらないですね。上がんねえよ。一応こっちも見ときましょうか。せっかく来てもらったらいいけど、工場はご利用になれませんよ。仕事に使う機材は全部使えなくなっちゃって。そっか。でも困ったね。クォーツの合成もスロットの強化も全くできない。せっかくの発生機が宝の持ち腐りになっちゃうね。確かにそうですけど。でも少しの間だけならどうにかできるかもしれませんよ。これ使うんですかね。工房を使えるようにできるのか。はい、おそらく。あの発生機を使えば短い間なら復旧できるはずです。なるほど。一体何の話をしてるんで、実は。なるほどね。発生機を使えば一時的に工房の機能を復旧できることを説明した。すごい装置もあったもんだね。うん、ぜひお願いしたいよ。早速試してみてくれ。うん、そうさせてもらうわ。では少しの間、機材をお返しします。一回これやるんですよ。確かに機材が動いてる。よかった、成功したみたい。うん、確かにうまくいったけど、本当に治ったわけじゃないから、時間が経てば止まってしまうはずだよ。で、それなら急がないと。で、サオウメの調整するのは今のうちで。なるほど。結局できるんだと。ああ、いけるわ。ちょっといけますね。やるか、じゃあ。シラさん、鍛えましょう。うん、OK。
モフオジです。 PSP と PS2、 Wii まではレトロゲームとしてます。 PSVITA、 PS3、 WIIU はレトロゲームではありません。4じゃないやつ、3のやつとか4にしたいんですよね。そうするとこの辺ですよね。P3 行動力。やがる。無理なんだって。なんで何日経ったって、あ、ヒットポイントをつけたから。市長さんに会話するんでした。市長さんだけはボイスがありますから、ね、会話してみましょう。他の仲間とかも会話してもした方がいいのかもしれないですけど、ね、まあその辺ですか。皆様、先日はお世話になりました。ただいまメイベルお嬢様はご多忙を極めているご様子、お力添えのほどよろしくお願い申し上げます。忙しいでしょうね。まあ、エステルさん、それにヨシオさんまで。こんにちは、メイベル市長。お久しぶりです。本当に相変わらずお忙しそうですわね。そういう市長さんも大変だったみたいじゃない。ルグランジーさんから聞いたわよ。こちらにも市民が押しかけてきたそうですね。ええ、夜半まで説得を続けてやっと帰っていただきましたのよ。でもそれで市民の不安が払拭できたわけではありません。この状況が長く続けばまた騒ぎが起こる恐れもありますわ。確かにそうですね。結局のところまだ何も解決してはいないわけですから。でもとにかく自分たちにできることをやるだけよ。下を向いて悩んでてもオーブメントが動くわけじゃないし。ああ、こいつの言う通りだぜ。たとえ結果がどうなのと遊撃士の本分を尽くすだけさ。私も同感ですわ。状況の遺憾にかかわらず死を守るのが市長の務め。もちろん最後には皆さんが解決してくださると信じていますわ。あ、それは責任重大ね。励ましの言葉と思って受け取っておきます。今は各人ができることを精一杯にするしかないでしょう。その努力の積み重ねがこの危機を乗り切るための力になると信じておりますわ。私の方もまずは有力な商人たちと話し合いを持ってみるつもりです、うん、この状況で物価の安定を図るには彼らの協力が不可欠ですからね。ボスは隠しクエストなさそうですね。
まあ魔獣退治はやっていきましょう。ちょっと仲間にざっと帰る。飛空艇の時のがあったか。あ、調子はどうだ。なん、俺はここで待ってる。じゃあこの辺は一緒か。この辺は一緒。あ、お姉ちゃんたち。どうしたの？課金したっけ？あれ、私はここで待っ。まあまあさ、通天の時は特殊だったっていう感じですかね。震度ってここでしたっけ？ここっすよね。だからここでまず TP、CP を貯めて、ちなみに敵は？敵は一緒か。行くよ！いや、ちゃんとこいつ攻撃当たんねえ。俺の番だな。ふざけんなよ。そこだ。当たるか、当たるか、よかった。任せて。この調子。敵が弱いですね。敵が弱いな、これ。ってことはもう、やべやに止まって、あれですかね、やべに止まって、溜めちゃいましょう。いや、これめんどくせえよ。敵が強くなってるかなと思ったんですけど、そうでもないっぽいですね。だったらもう戦う必要がないんで、これで溜めちゃいます。番だね。いいね。いやー、どういう感じで行こっかな。いや、チェーンで行った方がいいんですよ、ね。みんな、行くよ。どうよ。オッケー。これで止まるよ。まあ、こっちの方が圧倒的に楽っすね。うわー、ちょっと待って、即死やってきたよ。行くよ。いやー、ちょっとそんなだよ。即死はそんなです。いやー、地獄だね。あっ、いやー、もう一回倒そうと思ったんですけど。いやー、もう3連携で倒すか。行くぞ。全開で行くぜ。了解。これで顔を洗って出直してきゃ。せっかくなんで寄ってきますか。嫌だよ、一緒に。モフおじです。
窓を開けるともフさんが警備してくれるのでうちは安全ですね。あ、これ親衛隊の人か。うん。いや、こういうの細かいっすよね。まあいっか、オッケー。じゃあ、もう一個のとこ行きましょうか。もう一個は、あれですね、峠の方ですね。クラネと。いや、もうクラネとこ行くんだと、そんな、ああ、そうね、西側流れてもいいかもしれないですね。僕に関してはどこでもできますね。ギルドにさえ行ければ。そこ？あ、逃げてる。そっか、つけてるのか。知らそうな。ちなみに、タコのやつって誰がつけてたっけ？タコのやつ。あれ？それ、タコのやつ誰つけてんだ、今。いや、わかんねえなぁ。いや、ここにつけてみましょうか。これ何でしたっけ？敵が逃げやすくなるんですね。トゥン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 トゥルーアンでカジノができるかどうかっすね。カジノができたらもしかしてみかんが取れるかもしれないんでね。そこが今んところ一番気になってるところがありますね。でルーアンまでちょっと行っちゃおっかな。そしたらもう次回その辺やるかもしれない。最初に。学園とかその辺にね、隠しクエストがあるっぽいんで、まあ、その辺も忘れずにちょっとやってる感じですかね。セーブします。僕の番だね。いやー、ごついね。でも、久さまでいいような気がしてきたな。任せて。全体ですか。一気に全滅。優秀ですね。2000とかありますから。これで終わりだ。残るかな、2000のと。いやー、残るか。いやー、まあこっからさらに連携で。こんな感じで。2体はいけるか。一気に畳みかけるわよ。どうよ。これで止めよ。はい。いや、バフしすぎやがった。あたしの番ね。これは届かないんですよ。これでいっか。はぁー、頭を積んでほしい。オッケー、よし。行くぞ。あと、
あ、届かない。させるか。顔を洗って出直してか。平さんがやったな、12か。きついっすよね。一人だけどうしてレベル低くなっちゃうんでね。かといってこの辺の敵じゃレベル上げにならないっすね。弱すぎて。全然変わってないっすもんね。とはいえ各地に回れるの面白いっすね。この発祥に関してめちゃくちゃ面白いっすね。アントワーヌこんなとこいる。アントワーヌ連れて帰ってんの。大丈夫、アントワーヌ。おっと、ほら、しが、こんなのくれるんだ。僕の発明した、構成食品だよ。なるほど。いや、この辺まではチェックしてないんで、まあ、たまたまゲットできたっていう感じですね。うん、まあこれあんまこだわらなくていいかなっていう感じなんで、ほんとサブクエあれですね、隠しクエストぐらいですね。うん、まあ、それはきっちりやっていきたいっていう感じですか。あ、もうやでやねえんだ。停止してんじゃん。あれ、さて、宿やないっすね。ねえじゃねえかよ、ここ。まあ、いっか。行きましょう。はい。まあ、これは本来あるべきですよね。各地全部回れるっていう。敵は逃げてきますね。レベルが余裕で足りてるから。移動楽でいいっすね、今回は。いや、せっかくなら東大寄ってきますか。多分、東大のじいさんは防衛ついてますよね。あと村も、村じゃねえや、子供のとこも寄っていきたい。で、学園に関しては次回にしましょう。うん。普通に着きました。あ、じいさん喋んね。いやー、エッシーは喋る対象外っぽいな、これ。いや、修理はできないんですって。オーリオールに完全にやられてるんですって。
ご法事です。昔実はクラブで DJ をやったことがあります。ハードスタイルというジャンルなどですが、基本はトランスミュージックが好きでしたね。ふい、マノディアムラ。ああ、さっきのザックの人か。まあ、村長タックス、まあ、ボイスついてる人いないんで、まあ、孤児院まで行ければいいかなと思います。あ、いるな、子供は。この住民ですよね。そうですね。うん。宿屋に軍の人がいる。消していた。ミランダさん。はい、うん、じゃあ個人に行きましょうか、次は。あら、ちょっと宝箱取ってねえな、あれ。しれっとあったよ。高いっすよね、ああいうとこに人がいる。巻き割りって大変だよ。でもオイラがやらないと先生が困るもんな。いや、クラブ元気でやってるみたいだね。ああよしお兄ちゃん。よしはいるよ今回は。久しぶりだねクラブ。お手伝い頑張ってるってエステルから聞いたよ。あ、当たり前さ。草取りも鶏の世話ももうサボったりしてないで。先生やみんなのためにも、オイラが頑張らないとな。ヨシアいなかったから、ね、うん、変わりますね。その息だよ。今はいろいろと大変だろうけど、みんなを助けてあげてほしい。早く状況が良くなるように、僕らも精一杯頑張るから。わかった。オイラも、兄ちゃんたちに負けないよう頑張るよ。兄ちゃんたちに先生や孤児院のみんなは、オイラが守ってみせるさ。ポーリー、久しぶりだね。あれ、ヨシアちゃんだ。でもなんか雰囲気が違う。まあこれはこれでかっこよくて好きだけど。ありがとう。ヨシアちゃん、なんか雰囲気が違う。まあこれは以前とどう違うんでしょう。あれですね、もう闇の目が変わってますもんね、今。闇落ちの目。はあ、ヨシはお兄ちゃんだ。ダニエル、久しぶりだね。いい子にしていたかい？うん、僕もクラムちゃんみたいに先生のお手伝いをすることにしたの。今日も葉っぱに水やりをしたんだよ。そうか、偉いね、ダニエルは。僕
僕もクラムちゃんみたいに先生のお手伝いをすることにしたの。今日葉っぱに水やりをしたんだよ。お、いるね先生。エステルさん、それにヨシアさん、本当によくいらっしゃったわね。院長先生、ご心配をおかけしました。ヨシアさん、これからはどうかエステルさんのそばにいてあげて。私からお願いするのはそれだけです。はい。テレサ先生何も心配することはなかったみたいですね。クローゼもさぞかし安心したでしょう。そういえば先生、クローゼのことなんだけど。ええ、オートにいるそうですね。ジーク君があの子の手紙を届けてくれました。そうだったんだ。さすがジークだね。どうやらクローゼもいろいろと大変みたいですね。文面からは自分の悩みに正面から向き合おうとする決意がにじみ出ていました。それがどういう決意なのか私にはわかりませんが、あの子ならきっと自分の道を見つけられると信じています。テレサ先生。うん、私もそう思うわ。クローゼの手紙にはそれがあと、あの子なら。全員かな。もういないっすね。OK、じゃあルーアに向かいましょう。うわぁ、邪魔しとる。めんどくせぇ。まあまあ、これ一個将棋はできますね。しょうか。いや、しれっとルーアーも邪魔してますね。いやー、しかもこいつらかよ、まさかの。さあ、どういう感じでやっとこうかな。読んで一気にいった方がいいかな。いやー、こうなっちゃうんか。なるほどね。いやー、こっちさ、くさくさいいっすね。みんな石化とかやってくるんで。どうよ、オッケー。もう一回ぐらい倒してるからね。あれ、一体残ってんな。ちょっと、あっちにもいたんか。いやー、チレっていたね。一気に攻めつく。これで終わりだ。いや、つえ、これでも倒せねえよ。ちょっとなんとも石化さえかけて。任せて。石化あげるかいで。これでどう？これで三人です。俺に任せろ！いやー、奥のやつが届かねえ。全開でいくぜ！オッケー！のきゃ！みたいに倒しましたね。いやー、直線で狙っていくしかねえな、これ。いや、お前もマリオネット使うタイプ。あ、そっか、こいついたやつだ。いたやつじゃねえけど。行くぞ！まさに。一
番苦戦したところですね。させるか。ブルブラーのセットのやつ。僕の番だね。あれ、こっちはダメなんだ。範囲が狭いんだ。捕らえた。さてと。でんて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 ん。さあ、行くわよ。任せろ。惜しい。私の番かしら。惜しい。もう上にはならないか。もうとやってると思う。はあ。任せて。まだ負けられないんだ。よし。あれ？ピストル、あ、ここで作るか。オッケー。どこでしたっけ？あ、ここっすね。まあ、やけは止まっといて。そや金は増えると思うんですよね。プラスで、ね、そういうのかねえし。上ですかね。あ、違うな、違うな。あ、わかった。ここじゃねえわ。ここじゃねえわ。おっと、イベントあるな。何これ？ずいぶん混雑してるね。なんだ、あんたたちも向こう側に渡るつもりかい？向こう側に渡るの、こっからじゃねえ、ダメなんだ。え？どういうこと？なるほどね。どういうことって、ラングランド大橋が上がったまま動かなくなったのは知ってるだろう？おかげで向こう側に移動するにはボートを使うしかなくなったんだ。で、ここが渡し場ってわけだ。そうだったんだ。それはさすがに不便でしょうね。不便も不便、正直やってらんないよ。新市長の計らいで私賃はタダなんだが、それでも並んでいるだけで30分は待たされるんだからな。30分、それは結構かかるわね。30分だるいっすね。往復を考えたらそのくらいは仕方ねえかもな。どうする、エステル、僕たちも向こうに渡るかい？まだ行かないです。まだ行かないです。まだ行けないです。うん、まだいいわ。やることを済ませてから向こう側に渡りましょう。そういうことです。わかった。それじゃあ戻ろうか。トントントン。どこですか？どこでしたっけ？2階でしたっけ？あった、ありました。さあ、問題景品ですね。ちょっと全部揃ってんじゃねえかよ。いや、まさかの全部揃ってるわ。来たね、来た来た来た。来ましたね、来ましたね。これは何？上がるんだ。いや、しれっと上がってますね、これ。最強の装備なんですね、まさか。2巻だけがあればいいんですよね。あれ、これミラで買えんの？まさかの。ちなみにね、それ以外は今のところある感じですかね。まあメダルっすよね。メダルを2000どうにかしないといけないんで、やっぱここは頑張んないといけないですね。いや、ここで全部揃えられるんだね。まさかの。
10巻まではですけど。次回軽く練習してそこそこ増やしとくかもしれないですね。で、まあそこから開始してるかもしれないです。ちょっと考えます。とりあえずギルド寄って掲示板見るところで。いや、何かお困りのことでも。あれ、どうもジャンさん、ご無沙汰しています。エステル君、それにヨシワ君も。そうか、みんな無事で何よりだよ。君たちが塔に行ってる時に例の現象が起こったから、さすがに大丈夫か心配だったんだ。心配してくれてありがとう。こちらはなんとか大丈夫よ。ルーアの方こそなかなか状況は厳しそうね。ああ、かなり混乱している最中さ、あの貝殻みたいな巨大な物体が湖の上に現れたかと思ったら、全ての動力機が動かなくなったんだ。新市長のノーマン氏もさすがに対応しきれなくてね。正直レイブンメンバーや七王教会の人たちがいなかったら、市内はパニックに陥ってたと思う。え、レイブンの連中が何だって？レイブン、例の動力停止現象の直後、パニックが起こりそうになった時に率先して混乱を収拾してくれたんだ。やるな。今も有志としてギルドに協力してくれているよ。マジかよ。マジかよ。そっか、やっとやる気を出したんだ。さらに面倒なことが一つ。よりにもよって羽ばしが上がっている時に例の異変が起きてしまってね。おかげで手漕ぎのボートでしか外区の移動ができなくなったんだ。うん、ここに来る前にボートの発着場を覗いたけど、かなりの待ち時間みたいね。ただまあ、いつまでもこの状況が持つとは思えない。各地の支部や王国軍と協力して対策を立てていきたいんだけど、通信機も使えないから連絡が滞っているありさまでね。まずはそっからさ。安心してジャンさん、私たちがいいものを持ってきてあげたから。いいもの？はい、実は。経緯と、そうか、やはりあの巨大な物体は結社の仕業だったんだな。でも通信機が使えるのはとんでもなく助かっちゃうよ。早速設置してくれるかい？はい、それでは。ゼロ力は発生機を外すメンバーを、あー、そっか、こっから減ってるのか。いやー、なるほどね。細けえなこれ。いやー、どうしよっかね。アガットでいっか。じゃあアガットでいっか。これで設置は完了です。徐々に不便になっていくのか、数がいるから。なるほどね。おお、これで通信機は使用可能になりました。ただし先方の通信機が直っていることが前提ですが。いや、それでも大助かりさ。この状況で情報があるのとないのとでは天地の差だからね。ラッセル博士と君たちにお礼のキスをしたい気分だよ。気持ちだけ受け取っておくわ。まあこんな調子で残りのギルドの通信機も直していくつもりだけど、他に手伝うことはない？そうだね、一応掲示板に出ている仕事をチェックしておいてくれるかな。それとルーアン近郊で民間人がいそうな場所の様子を確かめに行ってくれると助かるよ。確かにこんな状況だし、パトロールは必要かもね。できる限り気をつけて回ってみることにします。ああ、よろしく頼むよ。他の支部待機して仲間ルーアン支部に呼び寄せることが可能になりました。受付で仲間を呼ぶを選択した。ああ、なるほどね。そっか、それが必要なんだ。メディア終わりました。ああ、紺碧の塔に1個いる。なるほどね。そうだ、他の支部にいる仲間を呼びたいときは言ってくれよ。こちらから連絡して来てもらうようにするからさ。とりあえず呼んどく。仲間を呼び寄せるのかい？わかった。それじゃあ早速連絡しておくよ。で、報告。
この調子で次の依頼も頑張る。これで依頼達成ね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。やった。よし、ランクアップよ。やっと C プラスかよ。グラールロケット全状態以上の子。いやー来たね。これいいっすね。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいだね。何か依頼を達成したらまた報告に来ておくれよ。いやこれはいいっすね。じゃあここにつけとくか。全状態以上ですかね。これか。もうめちゃくちゃいいっすね。一応掲示板あとはそれではよ。あ、オッケー。じゃあ今回これ終わりましょう。いやー長かった。まあ次回発症を引き続きやってる感じですね。熱いね。家事のやつもちょっと頑張ります。というわけで、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。